フェルナンド・ソト・エンリケスは、ホンジュラスの軍人。ホンジュラス空軍のパイロットとして、サッカー戦争に従軍した。コルセア戦闘機ファマイナス609号。サッカー戦争中に、ソト・エンリケスが登場していた機体。1939年、テグシガルパニテ生を受ける。1958年、ホンジュラス空軍士官学校を卒業して上位に、任官。 1969年、サッカー戦争が勃発。ソトエンリケスは、機体番号ファマイナス609のアメリカ製戦闘機、F4U-5 コルセアのパイロットとして従軍した。1969年7月17日、ソトエンリケスは、エルサルバドル空軍所属の F-51、D マスタング戦闘機1機と、FG-1D 戦闘機2機の合計3機を、 撃墜した。この空戦は現在まで史上最後のレシプロ機同士の航空戦として記憶されている。彼のアイキファ -609 号は1981年に空軍から除籍され、以後はテグシガルパの航空博物館に展示されている。2003年、ホンジュラス議会は、ソトエンリケスに対する英雄称号の授与を発表した。フェルナンド・ソート・アズデラ・エビション。 ヒロス・ワイ・プロスリス、2014年2月22日、閲覧、ありがとうございます。